そして次なんですが、この音程インターバルには展開形というものがあります。この展開形というのは、察しがいい方は気づいているかもしれませんが、ドとラ、この二音間、じゃあこの上のラを下に持ってきたらどうなるの？ラとド、同じラとドだけど、ラがオクターブこう変わってくると間の音が2つになっちゃうんじゃない？そしたら超6度じゃなくて単3度になるんじゃない？って思われる方がたくさんいると思うんですが、その通り。